今回はザ・エキスパート第3回目のゲストとして元格闘家現リンクス CEO の前田明さんをお招きいたしました。今日は格闘技のことだけではなく博学者でもある前田さんにはいろんなことを語っていただこうと思っています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最初に本職である格闘技のことから伺っていきたいと思います。はいはい。総合格闘技といえば UFC 初期の頃にご活躍されたボイス・グレイシー選手の時代、はい、その後日本でも一躍有名になられたヒクソン・グレイシー選手の時代、はい、そして MMA と称される現在の総合格闘技がありますが、はい、それらの時代を比較した場合、はい、どのような点が変わったのでしょうか。技術的なことを含めて前田さんのお考えをお聞かせください。今は、そうですね、だからブラジリアン柔術とか言うんですけど、あれははっきり言うと柔道ですよね。完全に柔道なんですね。でただですね、戦前の講道館四天王って言われたんですね、まあ、大正時代の講道館四天王という前田の一人の前田光代さんが、光代さんはじめあの頃ですね、まあ、加納治五郎先生がですね、柔道の国際的な普及を目指していろいろな行為の問題に対しての海外普及を命じてですね、いろんな人がなんか、まあ、腕試し的に柔道の技術を持ってあっちこっちでいろんな試合をやってるんですよね。でそのうちの一人が前田光代さん で彼らはやっぱり海外でそういう試合を重ねていく中でですね、道着はなくても応用していける柔道 の技っていうのをどんどんこう自分で工夫していって、そのうちの一端がブラジルに伝わって残ってですね、まあ、ブラジル柔術っていう名前でやってるんですけど、でもブラジル柔術で、ね、これ例えばなんかモンプラッターみたいなそういう技があるんですけど、これはブラジル柔術のブラジル人が返す技だみたいなこと言ってるんですけど、昔の柔術の柔道のいろんな技術を見るとそういうのあるんですよね。全部日本名がついて、だからただですね、日本の場合はその高専柔、特に高専柔道っていうんで寝技をすごい特化してですね、寝技だけの大会っていうのがあったんですよね、高専柔道っていうんで。で高専柔道時代は昭和18年の最後の大会、その時の優勝校のキャプテンであった平田かなえさんという人がキャプテンだった学校が優勝してですね、それを最後の大会として終わったんですね。で高専柔道の選手層がいた時代、一番熱い時代が熱く選手層がいた世代っていうのが大正時代に生まれて、まあ、マルシンとか新玉とかね呼ばれてる中の真のことですね。関西ではね、先ほども言ったように新玉って呼ばれることが多いんですけどね、マルシン、新玉の大部分、本当に柔らかい中心の部分、真のことですね。紳士です。最近はよくスーパーでも出回ってるところも増えてきますよね。じゃあポン酢でね、いただきたいと思います。これもすごくポン酢合いますね。うん、食べてみますか。じゃあポン酢で焼いて食べてください。ポン酢で巻いて食べてください。この度はいろいろご配慮いただいてありがとうございます。ちょうど55 の、はい、オーナーさんです。谷岸さんです。はい、谷岸です。よろしくお願いします。今日はどうでした。
あ、美味しかったです、はい、さすが前田明さんが、はい、あ、前田さんにご紹介して、そうなんですよ、あ、そうなんですか、対談を、はい、第1回目がジャイアンツの桑田真澄さん、はいはい、2回目がカーブ、はい、3回目のゲストが前田明さん、はい、各ゲストの方におすすめの店ということで、ご紹介していただいてるんですけど、前田さんのご紹介されたおすすめの店がこちらです。すごい、はい、光栄です、ありがとうございます、今日はザ・エキスパート第3回目のゲスト前田明さんのおすすめの店、焼肉55東京、恵比寿店で、たくさん食べさせていただきました。本当に美味しかったです。ぜひ皆さんもお越しください。おすすめです。感染者が